おしゃぐじたけは多年生の寄生植物である。おしゃぐじたけかは一重型。他の植物との関係は未確定である。珍しい植物で乾燥した砂地、岩場、または海岸、塩沼などの土壌塩分が多い場所で生育する。欧州、アラブ、中国において古くから薬草として用いられていた。 マルティーズフングス、マルティーズマッシュルーム、デザートサム、レッドサムトサスクサリヒ、スオ、ヤンなどの呼び名がある。葉緑クを持たず、光合成を行わない。生活史のほとんどの期間で、地中植物であり、宿主の根から栄養を得ている。果樹は春に、地中から現れ、臨場の葉に覆われた、分岐しない肉質の茎についている。色は、暗赤色から紫で、 15、30センチメートルのコンボ状の果樹にシンクの細かい花が密に咲く。花は甘いキャベツ様の香りを放ち、ハエを引きつけて、そうこなする。受粉した花は国家する。果実は小さく、喧嘩である。地中海地域では半日花か、日床などの大使用植物。他の地域では日床、魚流か。中国では花し化に寄生する。 はまあかざ族に寄生するという報告もある。クマグスが1913年に発表した文章で中国で兼用剤とされる鎖火という草、学名をチノモリウムコクチネウムという犬の養物に似たものをヘビコモカと紹介しているように以前は土取り持ち化とされていたが、分子系統解析によると雪の下目、中でも弁形層化に近いというデータがある。一方、 バラモクに属するという研究もある。サイナモーリアム国シニアムバリエーション国シニアムは地中海地域に自生する。カナリア諸島のランサローテ島からモーリタニアチュニジアバーレーン、スペインポルトガルイタリア南部、サルデーニャシチリア島、マルタ、地中海東部沿岸など、イランサウジアラビアアフガニスタンでも見られる。サイナモーリアム国シニアムバリエーションソーンゲリカムは 中央アジアモンゴルの標高の高い地域で見られる。別種としてサイナモリアムソーンゲリカムという学名が与えられることもある。中国では鎖火と呼ばれ、漢方薬として性的不安や無性の治療に用いられた。デイビッド・アッテンボローは初期の博物学者は特徴説に基づいて陰形に似た形態から、この植物が勃起不全などに有効だと考えたのではないかと。 推測している。血のような色から貧血などの血の病気に効くとも考えられた。また方クマグスは本草項目にある神血を増す。この植物についてのヤバやばや香料が異生した後へ生え、里のインプがこれについてがすれば陰気を得て、没前度調すという記述を引き、この植物が花肌洋物に似ておるからかかるお名を受けたと書きさらに、 人の懐を当て込みで生きる関係で、人より、たちまち膨張勃興する力が驚くべきためだと、言っている。十字軍は乾燥させた果樹を持ち歩き、傷の治療に用いた。脳卒中、赤痢、性病、高血圧、嘔吐、月経不順などの治療にも用いられた。中国では、七世紀の将軍、雪人期の軍隊が、ウリ集県において牢城した際、 この植物を食べて生き延びた逸話が伝えられており、このことからその城は、鎖養生と解明されている。その後、元時代に薬草として、モンゴルに持ち込まれた。1347年、主探径により、ベンサオニアに媒内で、墨付税に足弱に効く岩薬、トラセンマルの材料として、初めて触れられている。16世紀、西洋羽根騎士団はこの植物を沈徴し、 欧州の王室にサンプルを送っている。当時はキノコだと考えられており、マルタのキノコを意味するフングスメラテンシスという名で知られていた。騎士団はゴゾ島沿岸にある自生地ファンガスロックを注意深く保護しており、盗難を防ぐために岩の周囲を滑らかに磨き上げるほどだった。この岩は自然保護区に指定され、現在でも立ち入りは制限されている。中世 アラブの医師からは、トサス・ザ・トレジャー・オーブ・ドラックスと呼ばれた。旧世紀の金利による処方では、本種は皮膚のかゆみを取る軟膏の成分とされている。その後、アルラーズイーは本種を地、鼻地、機能性子宮出血の治療に用いた。サウジアラビアでも、トサスと呼ばれる。蒸気の用途の他に、腺痛・消化性海洋に効く腺薬としても用いられた。また、 長旅をするエドウィンによって、皮を剥いた中の白い部分が食用とされた。甘くて、心地よい渋みがあり、リンゴの香りがすると言われている。ラクダの餌ともなる。急行食物としても用いられた。最後に用いられた記録は19世紀のカナリア諸島である。避妊薬、歯磨き剤、退職しないシンクの染料などの用途もある。アントシアニン配当体。 トリテルペノイドサポニンリグナンなどを含んでいる。薬効成分に関する研究では、暫定的に、伝統的ないくつかの用途が有効だとされている。抽出物には、HIV 阻害、血流改善、血圧低下の作用があり、勃起不全に効くホルモン様作用があるかもしれない。ありがとうございます。